アイテム番号 SCP-376JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-376JP は現在サイト81の提供異物品保管用ロッカーに保管されています。実験を行う際は物品をすべて撤去した上で室内が無人であることを確認してから行ってください。説明、SCP-376JP は内部に音楽データが保存された1枚の CD-ROM です。CD-ROM 自体はごく普通に市販されているものであり異常性はないものと考えられます。SCP-376JP 内部には、何者かが演奏したルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのピアノ曲、エリーゼのために、の一部分を録音した7分17秒の音楽データが保存されており、このデータの再生とともに異常性が発露します。SCP-376JP の再生を開始して32秒が経過すると周囲に人物がいた場合、何者かが慌ただしく走り回る音、や、暴れたり跳ね回っているような音、を知覚します。脚注1。音は再生のたびに変化しますがデータ内にこのような音は録音されていません。脚注1。音は再生のたびに変化しますがデータ内にこのような音は録音されていません。また、この物音の発生は周囲の人物の有無に関係なく発生することが録画記録によって判明しており、停止せずにそのまま再生を続けた場合再生に使用した機材周辺、あるいはスピーカー内から半透明の女性型の実体、SCP-376JP-1 が出現します。SCP-376JP-1 は気力色のドレスに類似した衣装をまつわった、20代後半と見られる女性型の実体であり、現在まで調査が続けられていますが身元は判明していません。SCP-376JP-1は物理的な干渉を行うことが可能であり、出現直後から何かをつぶやきながら周囲の人物や物品に対する激しい攻撃的な行動をとることが確認されています。大抵の場合は物品を持ち上げて投げつける、引っかく、手で叩く、蹴り飛ばす等の原始的な方法で攻撃を行いますが、ごく稀にその場の物品を武器や防具として使用する例も報告されています。SCP-376JP-1 は SCP-376JP の再生を行う機器に対しては一切の破壊行動を行うことはなく、再生機器を停止することによって消失します。SCP-376JP は2000年月日、県、市内の高等学校の生徒から、音楽室で外人が暴れている、という通報を受けた際に現場から発見されました。現場内では音楽担当の教諭が全身を強く打った状態で死亡しており、周囲が非常に荒らされた状態であったにもかかわらず再生機材のみが無傷であったために不審に思った捜査官が SCP-376JP を再生したことによって異常性が確認され、警察当局より報告を受けたエージェントによって収容されました。ポイ1、SCP-376JP-1の使用する言語がドイツ語であると判明したため、ドイツ支部より輸入された日本語、ドイツ語の会話が可能な B クラス職員、B-36192-BD2 を用いての間接的なインタビューが行われましたがその際に異常な言動、行動が確認されました。脚注2、輸入されるに伴って日本支部の D クラス職員との差別化を図るため、限定的な特別管理行動を割り振っています。インタビューは実験棟第5号室にて物品を取り除いた状態で行われ、不測の事態に対応するために室外には警備スタッフ3名を配置していましたがインタビュー時には不明な理由で扉の開閉が不可能な状態であったことを併記しておきます。タスインタビュー記録 I-376-01。インタビューは独語で行われたものを日本語に訳して表記しています。対象、SCP-376JP-1。インタビュアー、D-36192-BD。付記、インタビューは D-36192-BD の頭部に装着された CCD カメラによって監視され、インカムによって研究員から指示が出されています。録音開始。D、
36192BD、インタビューを開始します。すいません。そこのあなたに伺いたいことがあるのですが。SCP-376JP-1、動きを止めて D-36192BD を見る。彼は D-36192BD、私の言葉がわかりますか？ SCP-376JP-1、私は一体、彼って D-36192BD、落ち着いてください。まずはこちらについての説明を。SCP-376JP-1、遮って D-36192BD へとつかみかかる。あなたは知ってるの？ D-36192BD、待って、おちぎ。私は、どうしたら、インカムによって研究員に指示を仰ぐ。SCP-376JP-1、D-36192BD を拳で殴打しながら、誰、何なの？ D-36192BD、気を失った様子で動きを見せない。インカムからの質問にも応答せず、研究員からの指示を受け警備スタッフが入室を試みるがロックが解除されたにもかかわらず扉は開かない。SCP-376JP-1、私は誰なの？エリーゼって誰なのよ？ SCP-376JP-1 は消え失せ。同時に扉が開き警備スタッフが室内に突入する。録音終了。終了報告書。D-36192BD は命に別状はないものの、重度の全身打撲と数箇所の骨折が見られたため、本国へと送還されました。SCP-376JP-1 はこの事案以降発言する様子は見せず行動に変化は見られません。SCP-376JP-1 の見せた異常性質、発言内容から示唆される内容に伴い継続した身元の確認を行うとともに新たな D クラス職員を用いたさらなるインタビューの承認を要請します。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。